輪島選手の控え室です。先ほど長女のひろこちゃんからパパ頑張ってねと激励を受けました輪島選手。輪島さん、はい、今の気持ちはどうですか。なんていうか、ただもうやるだけ、まな板の上の恋っていう感じですね。まあ、大変に調子もコンディション調整もうまくいったようですね。やはり風邪で休んだのもね、やっぱりそれも一つの休養になったかもしれませんね。はい。そろそろ時間のようです。一ついい試合を見せてください。はい、会長時間です。はい、ゴチャンピオンたる者はいついかなる場所で誰と戦ってもそのウエイトでは常に勝利者でなければならない。去年6月7日韓国のリューサイトにタイトルを奪われました輪島浩一が再びリューと対戦します。炎の男輪島浩一、奇跡のカムバックなるか。世界ジュニアミドル級タイトルマッチ15回戦、東京両国日大講堂は超満員1万2000人の観衆を飲んでいます。さあ両選手の入場です。両選手リングに入場でございます。赤青コーナー側から挑戦者の輪島浩一選手の入場でございます。青コーナー挑戦者美佐子ジムの輪島浩一、日本のリングでは現役最年長、4月には33歳になります。新人王、日本、東洋、そして世界のタイトル、ボクサーとして欲しいものは全て手にしました。過去世界タイトルの防衛は6度、世界タイトルマッチ今日で11回目という輝かしい記録を持っています。靴の闘志、炎はまだ消えていません。王座返り咲きなるか。挑戦者としてリングに上がるのは今日が3度目であります。今ゆっくりと階段を上がりましてロープをまたぎます。挑戦者の輪島浩一であります。世界ジュニアミドル級の9位であります。対します赤コーナー側からチャンピオンの龍斎藤選手の入場でございます。赤コーナーからは第12代世界ジュニアミドル級チャンピオン、韓国の龍斎藤、来日3度目2度目の防衛戦、輪島浩一を、そして美佐子雅弘をマットに沈めたあの強打がよみがえります。チャンピオンとしての自信風格が備わりました。今や韓国の英雄。輪島に対する気持ちは挑戦した時も今も全く変わりなく、稀に見る強打者であるが、その対策は十分にした。コンディションもベストと語るチャンピオン龍斎藤、これからリングに上がります。チャンピオン韓国の龍斎藤でやります。それでは大川レポーターからチャンピオンの控え室での表情を伝えてもらいます。どうぞ。はい、控え室のチャンピオンなんですが、6時過ぎに部屋に入りまして、ずっと小刻みに体を動かしてだいぶ汗を流していました。リングに上がる少し前に入念なマッサージを受けていたんですが、まあ、講演会の人や激励の人たちが押しかける中で、常に無言でいまして、静かな闘志、試合に対する余裕を感じました。以上です。はい、わかりました。今晩の解説はおなじみの八百板貞夫さんでございます。八百板さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。この試合の見どころですね、ズバリ一言で言いますとどういうことになりますか。やはり炎の男輪島、これの 再現ですね、はい。一度負けた相手には必ず借りを返すという、まあ、根性ですね、はい、これをぜひ出してもらいたいと。スパーリングその他で目についたところありますか。スパーリングの時ね、輪島君ちょっと私目の色っていうより、まあ、目の色もそうですけどね、顔色が非常に悪かった。ちょっと黄ばんでるような感じしたですね、あるいはオーバーワークかなと思いましたけどね、まあ、昨日今日と、2日続けて見ましたけどね、非常に、いい顔色に変わった。顔色が良くなりましたね、はいはい。その辺はまあ元に戻ったということじゃないですかね、はい、疲れが、はい。チャンピオンの方も非常に公開スパーでいいものを見せました。そうですね、自信を持って、ね、打ち込んでおりますね、はいはい。まあ、いずれにしても判定は考えなくてもいい試合になりそうですね。そうですね、はい。両国国歌の吹奏、まず韓国国歌です。両国国歌の吹奏でございます。国立の上メンスさんの声を出せますように申し上げます。
海ヶ代です。日本ボクシングコミッション丹羽春夫コミッショナーの宣言であります。矢部田さん、はい、コミッショナー宣言の間のですね、はい、輪島の表情はどういうふうにご覧になりましたか。ちょっと緊張しているんじゃないかなと、今までの試合に比べ非常に緊張しているんじゃないかなと、はい、もう少しリラックスさがあってもいいんじゃないかなと思いますね。そうですか。やはりこの辺はどうしてもタイトルを奪い返すんだということでじゃないかなと思いますね。はい、はい、今映っておりますチャンピオンの流彩と今日のウエイト今朝の計量で154ポンドちょうど 69.8 キロ、ジュニアミドル級のリミットいっぱいであります。そして輪島の方は153ポンド 69.4 キロやや下回っています。日本ボクシングコミッショナー丹羽春夫。矢部さんね、今朝の計量の時の検診でですね、脈拍が輪島が56に対して龍が80、はい、ちょっと減量の影響で普段は60ぐらいの龍が80ということで、その減量の苦労の後ってのはどうでしょう。さほどあまり表情にも体にも現れてないですね。そうですか、はあはあ、さあまもなく両選手の紹介が始まるところです。ただいまより本日のメインイベント、世界ジュニアミドル級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー、世界ジュニアミドル級チャンピオン、154パウンド韓国龍彩斗。青コーナー、挑戦者、世界ジュニアミドル級9位、153パウンド、美佐子所属、輪島剛一。キャッチ、金谷武明、トラリング、吉田。今晩の試合のレフリーが韓国の金在徳、ジャッジが吉田優作、金谷武明でやります。矢部さんね、はい、龍の一番気をつけなければいけないパンチと言いますと、やはり右のアッパーでしょうね。はい、ね、入ってくるところ右のアッパー、はい、それから右のストレート、非常にいいものを持っておりますね。持ってますね、はい、それから、まあ、この2つですね、はい、輪島の動きですけれどもね、やはり真正面からだとまずいですね。そうですね、左右に動くか、出入りを早くですね、はい、さあ第1ラウンドのゴンが鳴りました。白いトランクス、白いシューズがチャンピオンの龍彩斗、そして黒いトランクス、白い線が入りました、黒いシューズ、これが挑戦者の輪島光一でやります。まず第1ラウンドの動きですが、ゆっくり見てみましょう。両選手とも表情は緊張してるみたいですね。そうですね、やはり重量級ですからね、特に輪島君の表情というのはすごく怖いくらいですね。はい、はい、体格リーチで劣っています輪島、動きと精神力でカバーしなければいけないということを言っていました。秘伝のフックロングです。これは軽く顔面を捉えただけ、ダメージはありません。輪島がこのチャンピオンとなりました龍に再び挑戦しようと考えたのは去年の6月7日、つまり、敗れた日でやります。
お互いに引っ掛けをまだ掴みかねています。輪島はですね、そのチャンピオンのボクシングをして、おっと右当たりました。今の右ですよね。そうですね、あれを少しね、左を出しておいて、はい、右を打つと、はい、非常にいいんじゃないかなと思いますね、はい、あっと左が当たりました。しかし迂闊に入るといけません。迂闊に入ると左のフック、あるいはアッパーが待っています。今右のアッパー覗かしたいですね。そうですね、あっと右のアッパー、左のフック空振り、ちょっとバランスを崩した。左の相打ち、左のジャブ、ストレート、これが怖い劉彩斗で、左のフック当たった。輪島の左のフックです。輪島はですね、劉彩斗のボクシングを称して冷静な時と、それから興奮した時と随分差があるということを言っておりましただけにですね、早く輪島のペースに持ち込みたいところですね。今ちょっと輪島くんのペースじゃないですかね。そうですね、はい、やや輪島のペースと言っていいかと思います。第1ラウンド、あっと左のフックを狙ってますね。あっと左が当たりました。輪島の攻撃です。顔面ちょっと赤くなります。あと左のアッパーです。ボディーブロー、リュウチャンピオンの左のアッパーです。右のアッパー、左のフック、あっとコーナーに詰まりかけた。危ないぞ。ほとんど時間がなくなりました。第1ラウンドです。左が当たったところでゴングであります。第1ラウンド、八百一戦の採点は5対5です。赤コーナー、劉彩斗、韓国。挑戦者の輪島浩一、これまで35戦いたしまして、30勝4敗1つの引き分け、30勝のうちには24の KO 勝ちが含まれています。ラウンド2、第1ラウンド、八百一さんの採点では5対5、差がついておりません。輪島の身長が170.8センチ、そしてチャンピオンの劉が 175.6センチ、身長で5センチ、リーチで8センチの劣勢であります。ハンデがあります。八尾さん、はい、チャンピオンの顔面がちょっと赤いですね。やはりパンチが当たってるんですね、右のフックですね。はい、はい、ガードを固めて中に入っていこうという輪島です、はい。外で出なきゃいけないですね。真正面から行かないで、はい、左でも右でもいいですからね、ええ、ちょっと真正面から打ちすぎるんじゃないですかね、はい。一度負けた相手には必ず借りを返す。2回目には勝っている輪島浩一、左のストレート、いいですね、はい。この前の試合から8ヶ月のブランクがあるんですが、輪島の動きはどうですか。悪くないですよ、非常に、はい、ただね、どうしても上半身が流れますね。そうですか、足がついてこないですね。公開スパーの時も、はい、ミスがありましたね。あと、はい、龍の右です。しかし輪島も左で反撃、さあ赤コーナーに詰めます。龍も左を出して反撃します。あった、龍の左だった、最後当たった、あった危ない。チャンピオンの左右の服が当たりました。辛くもダッキングで、クリンチでいきます。輪島浩一、いい、やっとみんなアッパー、カウンター気味に狙ってますね、狙ってますね、はい、チャンピオンが狙っています。左、右のボディーブローです。輪島、やはりもうちょっと横からの攻撃が欲しいような気がします。いかがですか。正面から行き過ぎる感じはしますね、はい。左のアッパーです。あとワンツー届いていません。チャンピオンのワンツーは届いていません。右、あった、あった、チャンピオンも左を返している。重いパンチの応酬です。左、矢島の左です。右の服、どうですか今のは。今もう少し振り切ってもよかったですね。そうですか、ちょっと当たって止まっちゃったという感じですね、はい、左、さあ輪島ペースを掴むことができるかどうか。第2ラウンドです。残り時間30秒、右、これは空振り、
ましてチャンピオンを追います。これ上半身揺すってねどんどん攻めるべきですよねこの回は、はいはい、あっと左これは大きすぎました。今のところ輪島の動き、あっセンターパー、あっとこれはパンチがちょっと効いてるんですかね。ゴングです。輪島が抱きついてバランスを崩したところでゴング、ラインラウンド終了、5対4輪島が取りました。ラウンド終了間際のダウンはスリップダウンでやります。矢部さん、しかしちょっとあの竜のあのアッパーですか。そうですね、2のアッパーでもちょっと効いた感じですね、はい、足がガクガクしましたからね、はい、それでは挑戦者輪島側のレポートをお願いしましょう。山田さんお願いします。はい、美佐子会長の見方なんですがね、はい、竜が大変にあの硬いと、したがってその竜のパンチが輪島君があのよく見えているようだということを言っています。それからの輪島の動きは決して今日は悪くないと、から指示としてはですねジグザグに動いて左のストレート、左をまっすぐ出せということを指示を与えてますね。はあはあ、矢部さん、やはりあの左のストレートという指示だったんですけれども、はいはい、輪島はまあどっちかというとフックボクサーなんですけれども、ストレートよりやはりあの私はあの左をちょっと牽制して右のフックですよね、はい、非常にガード甘いですからね、はい、それで打たれて強くないですかね竜選手は。顎が確かにそんなに強そうな顎ではありません、チャンピオンのリューサイトです。輪島、ね、はい、君がねもう少し左右に体振った方が僕はいいんじゃないかなと思います。まだ足りませんか。遅い感じですね、もう少しスピードをつけて動かした方がいいですね。輪島、はい、の左が当たっています。左が当たった、右、あっとカウンター狙ってますね、チャンピオンはカウンター狙っています。あっと思い切って右のストレートを打ちました。これは正確に当たっていません。あっと左のアッパーボディーブロー、右のアッパー、輪島も左のフック、左のストレート、コーナーからは左のストレートを伸ばせという指示が出ています。輪島側、あっと竜サイドの左のストレートです。輪島も左を返します。あっと右のボディーブローです。まあ、どうしても体格がですね竜の方が大きいだけに上から押さえつけるような形になるわけですけれども、ね、ちょっと苦しいですね。そうするとスタミナにあのロスが生じますからね、はい、あっと左のミラッパー、危ない、動かないとダメですよね、はい、さあしかし中に入ろうというのがミナッパーです。中に入ろうとしてですね、はい、中に入ろうで離れちゃった方がいいです、はい、一回ね冷静に攻めますチャンピオン。しかしチャンピオンはですね美佐子戦で見せたようにあのチャンスを掴んでからの攻撃はいいですからね、気をつけないといけません。左のジャブ、ワジマ反撃です。ワジマ反撃、右のボディーブロー、何だったこれは空振り、右のアッパーを突き上げます。今日の輪島のこれまでの動きから見てですね、はい、15ラウンドまで行くことちょっと考えてないんですかね、やはりおそらくそう思いますよ、はい、左のボディーブロー、これはちょっと正確さを欠いているチャンピオンの構成です。左ドック、輪島の左ドック、右ドック、今度はチャンピオンがクリンチに行きました。右ドック、おっとこれはブレイクがかかってからの右ですね、丁寧に謝りました。輪島丁寧に謝りました。さあロープを背中にしながら手を出しますチャンピオン、ギュサイトコーナーに詰めました。この動きですよね、あのごまかしごまかし動いて打つということが一番いいんじゃないかなと思いますね、はい、お互いにバッティングで相手のパンチをかわしています。右上がりました。3ラウンド終了、八内さんの採点は5対5、差がありません。チャンピオンの竜サイト43戦して41勝1敗1引き分け、41勝のうちには25度 KO 勝ちが含まれています。それではチャンピオンコーナー大川さん、はい、お願いします。セコンドの指示なんですがね、はい、チャンピオンがカウンターを狙ってるんですが、まあ、それとは逆にあのもっと足を使え、あのフットワークだという言葉が出ています、はい、それからあの早いワンツーを使ってですね、もっと小さく攻め込んでいけということです。後ろに下がらずに前へ出ていけという指示が飛んでます。このリュウサイトは日本の選手とは全成績の半分以上の26戦いたしまして25勝1引き分け、負けがありません。しかし矢内さんね、はい、一つの引き分け、金沢秀夫とやって引き分けているわけですけれども、はいはい、72年の3月この時は右のストレートをですね顎にもらって、グロッキーになったそうですね、はいはいはい、ですから決して顎は強い方ではありません。チャンピオンです。試合は第4ラウンドに入っています。
右軽く打って左を返しました和島です。あれをね、はい、僕は逆にね左をちょっと牽制して右をと、はい、いう方が僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。打ち合いです。こうやって絶えずこう上半身を動かすといいですよね、うん、はい。輪島の顔面左がちょっと赤くなっています。あとワンツーです。チャンピオンのワンツー、リングの中央です。あと左ノック、輪島の左ノックです。チャンピオンも左を軽く返しましたが当たっていません。あとボディーブロー、左右のボディーブロー、あれを許してはいけませんね。そうですね、はい。リュウサイト27歳、あと左のフックだった、輪島の左のフック、リュウサイト27歳、そして輪島光一32歳でやります。左のフック、さあニュートラルコーナーに追い詰めようという輪島光一、左のフックアッパーです。これは正確に当たっていません。チャンピオン持て余してますね、はい、輪島の攻撃に。やはりあの動きに幻惑されているということですかね、はい。で自分の射程距離というものをつかめないということでしょうね、はい。チャンピオンの射程距離というのはやはり中間距離、そうですね、はい。まあ、左のジャブ、左のストレートが当たる距離ですよね、はい。確かに今日はあった左に出した輪島の右が当たっています。左、うん、しかしチャンピオン相手をよく見ています。あった左から右、危ない、チャンピオンの左から右です。左ノック、輪島の左です。チャンピオン自らの赤コーナーのセコンドリングを見ています。ほとんど時間がありません。左ノック、左ノック、左ノック、ダブル、4ラウンド終了です。平内さんの回転、このラウンド5対4、輪島が取りました。今4ラウンド終了間際の輪島の左から右、そして左のダブルですね、これが出てます。ラウンド5、両方とも結婚しておりまして2人の子供があります。左側輪島光一、右側リュウサイトでやります。輪島は4人兄弟の次男、長男を除いて両親ともすべて今日この会場に応援に駆けつけています。矢部さん、この試合はですね、はい、宇宙中継で衛星中継でもって韓国に送られております。今韓国には3つのテレビ局があるそうですけれども、どのチャンネルを回してもこの放送が送られているわけですけれどもね、その辺の重圧というのはありませんか、チャンピオンに。どっか左側じゃないですか、はい、右、あとはお互いに右です。カウンター、あとは左、ボディーブロー、ロープに詰まったチャンピオン、左の目ですか、ちょっと切れましたですね、ちょっと切れたような感じですね、はい。大したことはないようです。この会場にチョゴリの姿も見えますし、かなり応援に来てますよね、はい、チャンピオン、その辺がその重圧になっているかどうかというところなんですが、今のところ輪島のペースで試合が運ばれています。おっと、お互いに左で空振り。この辺ね、やはり1回2回の、ね、先制攻撃というのは非常に良かったんじゃないですか、はい。とにかく輪島としては年齢差があるし、自分のペースで戦わないといけませんよね、そういうことです、はい。お互いに左の相打ちです。おっと、チャンピオンの左のフックです。左のアッパー、今度は輪島、こういう打ち合いになると輪島くんうまいですね、しつこいですね、はいはい。今日が11回目の世界タイトルマッチ、気持ちとしては1回目も今回も変わらない緊張感があると語っておりました。チャンピオンじっくりと輪島を見ています。リュウがじっくりと輪島を見ています。この距離はちょっと危ないですね、危ないですね。もう少し入るか、それで出るかですね、はい。
右の服離れ際、輪島内側から振りほどいて、みんな、いい右服だったでしょ、はい、あとはうまい左の服、チャンピオン左の服です。リュウサイトも鼻血が出る、あと左のフック、リュウサイトも左、鼻血が出てますかね、そうですね、はい、左のフックです。安島の構成、左のダブル、打ち合いです。ドンが鳴りました。5ラウンド終了、5対4、安島が取りました。今映っているのは挑戦者の輪島光一です。今回はやはり年齢のことも考えまして、トレーニングの量を減らして質を変えたということです。今の自分の年齢の人がやる以上に走ることに重点を置いたトレーニング、足腰を強化しました。一応それが今のところ出ておりまして、輪島のペースと言っていいでしょうね、そうですね、はい、完全に輪島君のペースですね、はい、試合は6ラウンドに入っています。しかし一発の破壊力があります。チャンピオンリュウサイトのパンチであります。右のストレートあるいは右のアッパーに気をつけなければいけません。おっと左このジャブですね、このジャブを外さないといけません、ね、そういうことですね、はい、顔面しかしかなり打たれたようで、チャンピオンのリュウサイト顔面真っ赤です ね、 ねこの左ガードだいぶ下がってきたですからね、はい、これちょっと、ね、左をちょっと出しておいて右を打つという、右の左から右です。それともよく左のフックが当たってますよね、はい、なんとなくですね、オスカーショットガンアルバラードに1回負けて2回目の試合がやはりこういう風な展開のような気がしたんですけど、どうですか、はい、そうですね、はい、左のジャブです。これを食うといけません。輪島です、隠したリュウの右のストレート、左のフック、これは空振り、左のフックです、あ、引っ掛けました、これはいけません、チャンピオン引っ掛けました。ようやく輪島の本領といいますか、どこから手が出るかわからないという輪島の本領、左のアッパーです、出てきました。6ラウンドです、中盤に入っています。世界ジュニアミドル級タイトルマッチの15回戦。放送席の泉さん、はいはい、青コーナーですがね、輪島のコーナーですが、はい、美里会長の指示はね、半身になって左を多用しろと、はい、それから龍の怖いのは右のアッパーだけだからという指示を与えてますね、はい、ちょっとバランスを崩しました輪島です。岩さん、今の動きなどは輪島の余裕でしょうか、はい、いや、そうじゃないですよね、やはり思いっきりもう飛び込んででも打とうということでしょうね、はい、右のストレートいきなり出しました。そして右をフォローします。この辺が輪島のトリッキーな面でありますが、出てきました、あと左のアッパー、右でフェイントをかけて左のアッパーですね、ですね、はい、この輪島式ボクシングにチャンピオンちょっと翻弄されている形です。左のジャブ当たりました、チャンピオンの左のジャブが当たっています、左のジャブです、ストレート、右のストレート、輪島、あと右のアッパー返ってきた、これはかわしています。左のフックです、正確ではありません、輪島の左のフック、左のフック、ほとんど時間がありません。このラウンド6ラウンドです。点が鳴りました。6ラウンド八尾市さんの採点は差がありません、5対5です。韓国のリュウサイト、韓国ではユーチェートゥーというふうに呼ばれておりますが、会場には母国の方々がたくさん応援に見えています。このリュウサイト、輪島については非常に偉大なレコードホルダーだと尊敬しております。
放送席、はいはい、あのチャンピオンコーナーですがね、まあ、あのラウンドの合間合間レモンを使いましてね意識をはっきりさせてるんですが、はい、どうもあの輪島のペースになっているということです。あのこのままではいけないというんですね、もっと細かいジャブを出して足を使えという指示が出ております。そうですか。あのチャンピオンは、まあ、輪島選手のパンチを受けましてもね、はい、あのセコンドの方を見ている余裕はあるんですが、はい、以上です。左のフック空振り、あと右フック、輪島の右のフックカウンターですね。あいつ選手ですね、はいはい、確かにチャンピオンニューサイト自らの赤コーナーの方を見るケースが多くなりました。右正確に当たっていません。ワンツーです。これは軽いパンチ、左のフック、左のボディーブロー、あとミナッパー、これは当たっていません。左のストレートです。輪島あっと狙ってますね、狙ってますね、チャンピオン狙っています。リュウサイト左のフックです。足を使うリュウサイトを追いかける形になりました輪島光一。あとミナッパー、左のフックです。今のはそんなに効いてませんね。今のはあまり効いてないですね。いいタイミングで今打ちましたね、はい、公開スパーリングでも非常にうまさ、それからパンチ力の強さを見せましたリュウサイトです。あと左のフック下がりながらミナッパーを放ったリュウ。試合は7ラウンドあと1分です。左のジャブをつきます輪島、うん、この前九州でタイトルを奪われた時の試合はこのラウンドにノックアウトを期しています輪島光一。しかし今日は健闘、よく戦っています。これまで八王子さんの対戦では前半輪島ペースであります。あと左のフック、輪島の左のフック当たっています。パンチの応酬、今のはどちらが勝ってましたか。後手と顎ですかね。別にあの輪島ジャブは当たった、右のフック、ちょっと足がもつれているチャンピオン輪島光一、ゴングゴングゴングが鳴りました。このラウンド5対4輪島光一が取りました。前のラウンドのスロー VTR が出ています。なかなかあとミーナッパーですね。これね、左ミノフク、これですね、ちょっと腰を落としました。いいですね、チャンピオンのリュウサイトです。ラウンド8、さあ試合は後半に入ります。第8ラウンド、これまでチャンピオンが取ったラウンドはありません。左、輪島の左です。挑戦者の輪島光一に一度負けた相手には必ず勝っていることについて水を向けますと、それは意識してできるものではない、意識するとボクシングが小さくなるということを言っていました。二度と同じミスを起こさないように、それを頭に置いてトレーニング しかない。この輪島はトレーニングに非常に力を置いています。あと左のボディーブローチャンピオンリュウサイト、こうなりますと輪島としては苦しいですね、はい、左、輪島の左、右のアッパーはリュウサイトです。全く32歳の、ね、あと左のフックが当たりました輪島、左のストレート、あと右から左、あとない、左、完全と輪島打ち合います。32歳の年齢を感じさせないようにいい動きを見せています今日の輪島光一。
やはりあくまでもヒットアンダーウェイということにならないと、そうですね、危ない距離に打っていけませんね。まあ、おそらくは輪島君の気は抜いてないと思いますけどね、はい、左のダブル、左ちょっと、おっと左のストレートが入った、右のストレート、左のフック、右のフック、思い切って返します、右も左を思い切って返します。投資合になります。右が当たった、左、左の左、しかしチャンピオンも左を返します。ちょっとグロッキーですか、ちょっとグロッキーですね、チャンピオン効いてますね。輪島チャンス、右当たった、右をチャンピオン右を返しますが力がありません。接近戦です、左当たった、輪島チャンス、ちょっと動きが鈍くなりました。チャンピオン疲れた、チャンピオン疲れた、上から押さえつけます、おっと足が動かなくなりました。左当たった、輪島の左、右のアッパー、左です、左に、お互いに左、左のアッパー、左のストレート、輪島効いてますね、これは効いてますね。チャンピオンの表情からはかなり苦しそうな表情、左、左の輪島攻勢、アウト、ダウン、いや、スリップです。レフリーの金在徳は今のラウンドのダウンはスリップダウンと判定しました。8ラウンドはスリップダウンです。しかしあの倒れた後ですね、あのニューサイトはですね、ちょっとあのコーナーの方を見て立ち上がりませんでしたね。お客さんが興奮しまして、物が投げ込まれましたが綺麗に片付けられました。輪島の攻勢が続きます。挑戦者輪島、右、相手を見ています、左、左のフック、左のストレート、完全に輪島ペース、完全に輪島ペースです。左、左から右、これは正確に当たっていません。思い切り打ってますね。そうですね、しかし当たれば怖い。輪島の左です。リューサイト顔面真っ赤です。下がるリューサイト、追う輪島光一、あの下がる足ですね、はい、あれは疲れるんでしょう、疲れますね、はい、韓国でのスパーリング100ラウンド消化してスタミナも十分というルーサイトでありますが、苦しい試合になりました。ちょっといなした龍、試合は9ラウンドです。右です、輪島の右、あっつ、チャンピオンのワンツーですが正確に当たっていません。左のフック、輪島左のフック、顔面をかすりました。輪島の動きは衰えてませんね、衰えてないですね、はい、左のフック当たった、右、これはガードしています、左のフック、輪島左、今の攻防は輪島の方がいいですね、いいですね、はい、左のアッパーボディーブロー、さあどう攻める、左のフック、左のフック、左のフック当たった、左のストレート、左から右、右のフック、左のフック、効いてます、効いてますね、右当たった、さあ輪島チャンス、左のアッパー、右のフック効いた、左当たった、当たった、輪島チャンス、右、左、輪島チャンス、輪島チャンス、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、いなします、ほとんど時間がない、ロング9ラウンド、輪島が勝ち取りました。9
ラウンド5対4、輪島が取りました。9ラウンドのスロービデオが出ました。終了間際にですね、輪島の攻勢が目立つラウンドが多くなりましたね。そうですね、はい、かなり効いています。この表情をご覧ください、はい、チャンピオンリュウサイトです。目が晴れました。放送席、はい、チャンピオンコーナーですがね、セコンドの指示だいぶ語気が鋭くなりましたね。はあの語気が言葉が強くなりましたね。そうですか、だいぶ鋭い言葉が飛んでます。はい、輪島が追います。輪島が追います。ワンツー、左のフック、ガードの中から輪島の不敵な笑いが見えます。左のアッパー、トリッキーな輪島の動き、左のアッパー。練習トレーニングに必要なのは努力と根性、試合には勇気がいると語っておりました輪島浩一、その勇気が出ています。今日の試合、これまでまず圧倒的に輪島がリードしています。八尾さんの採点です。放送席の泉さん、はい、輪島のコーナーですがね、はい、1分を過ぎてからゴーの指令が出てますね。1分を過ぎてから、はい、なるほどね、それが指示通り動きに出ています。インターバルの後で龍、はい、の動きというのはちょっと回復してますか。いや、全般は回復するんですね。1分過ぎまでは回復するんですよね、はい、その後ガタッとするとまた衰えますね。そうですね、はい、ですからあと1分ぐらいの時攻めろということはそのことじゃないですかね、会長が、三沢会長が言うのは。あっと、ボディを打ってから前へ引き落とそうとします。龍サイト、これはいけません。輪島の右のフックです。チャンピオンのダメージというのはだいぶありますからね。そうですね、はい、あっと、これも空振りすると疲労が重なります。チャンピオン、チャンピオンのパンチの動きもかなり看板になってきました。これからですね、輪島君はどういうふうに。さあ、残りあと1分になりました。左を伸ばし、そして右、左、これは空振りです。左の方だった、輪島の左のフックです。しかしチャンピオンのパンチも力が本当にありませんね。輪島の左のダブル、あと右のアッパー、これはそんなに効いておりません。チャンピオン疲れました、チャンピオン疲れました。左、右、正確に当たっておりません。あと左、輪島空振り、左のフックです。右のフック、左のフック、右のフック、細かいパンチが顔面を捉えています。ほとんど時間がなくなりました。10ラウンド、ゴング。八尾板さんの採点は5対5、互角です。この表情をご覧になっても、これまでの八尾さんのポイントの差が伺えるかと思いますが、予想外というとちょっと輪島には失礼ですけれども、よくやってますね。輪島君は偉いですね。はい、これから試合は11ラウンドに入っています。輪島浩一、奥さんには見に来るなと言ってあったそうですけれども、今日は奥さんの滝尾さんもこの会場に姿を見せています。左、身の服。さあ、これから11ラウンド終盤戦、おっと、思いって打ってきます。チャンピオン、このパンチを受けてはいけません、振ってはいけません。こういう時やはり輪島君こらえてますね。こうクリンチするかなんかで逃げますわね、はい、この辺がいいんですよね。完全に相手のパンチを封じ取るということですよね。心配されるスタミナですけれども ね、今のところ心配ないですね。それとやはりこれまでが自分のペースということですから、はい、かなり気を楽にした試合じゃないですかね、今までが。はい、八尾板さんの採点では6ポイント輪島がリードしているわけですね、はい、確かにチャンピオンの武器であります右のストレート、あるいは右のアッパー、
的確にバシッと輪島の顔面あるいはボディを捉えたことはありません。あと左のフックからミナッパ、これが危ない。このコンビネーションです、チャンピオンの武器です。あとはこういうパンチを受けないことですよね、はい、あと左が当たりました。次の左は空振り、リュウ、あと左のフックバランスを崩した。ご覧になっても分かるようにチャンピオンのリュウサイトの方が体格では勝っています。ワンツー、打ち下ろすようなワンツー、打ち抜くようなワンツー、これは当たっていません。もし両選手のどちらかにですね、はい、減量の苦しさがあったとすればこれから後に出てくるでしょうね。そういうことですね、はい、龍選手の場合ね、はい、あの輪島君に打たれて疲れてきたということが言えますよね、はい、うん、アッパー左のフック空振りです。この辺は見抜くのうまいですね。そうですね、おそらくチャンピオンとしてもポイントをリードされているのを意識しているでありましょう。あった打ち合いは輪島のコーナー、青コーナーで行われています。レフリーの金在徳さんが分けました。あとミナフク、左のフック、あとミナッパー、あんまりチャンピオンのミナッパーです。上から押さえつけてますね。そうですね、これはいけません、これは注意しないといけないですね、はい、狙いすました右ですが空振り、ほとんど時間がなくなりました。11ラウンドゴンが鳴りました。八王子さんの採点は差がありません、5対5。残り4ラウンド、チャンピオンのリュウサイトとしては苦しい展開になりました。韓国が生んだ3人目の世界チャンピオン、近畿州、そして甲州館に次ぐ3人目の世界チャンピオンであります。金徳八トレーナーから指示を受けまして、これから12ラウンドのリングに出ました。右のフックです、輪島マンツー、あと右のストレートです。輪島しかしひるんでませんね、あの必ず打ち返します、はい、返しますね、はい、クリンチから右のアッパーが出ます。内側から右のアッパーが出ます。左のフック、輪島、あと左のフック、リュウも返しました。右のストレート、カウンター組に入りました。輪島の右です。しかしよくやっています輪島光一。試合は12ラウンドに入っている。あと左のフック、当たった、ちょっと聞いてるよ、これ聞いてますね。右のアッパー、危ない。さあ輪島逃げよ、輪島逃げる、右のストレート、ゴムガス、右のストレート、さあどうだ、打ち合い、輪島にひるみませんね、一瞬逃げるかと思いました輪島、ひるんでおりません。あとミナッパーです、正確に当たっていません。左相打ち、左相打ち、左のフック、輪島アッパー、右のストレート、左のフック、輪島攻勢反撃、確かに、しかしさっきの右はかなり強烈だったですね、左フックですね、左ですね、はいはい、失礼しました、右のフックです。ただ前半かなり打たれておりますから、龍としてもですね、チャンスをつかんだ後の動きがこれまでの試合とは違いますよね、早い例の、攻撃ができないですね、はい、左のフックは輪島の左のフック、龍の顔面を捉えています。左のジャブです。ただ輪島の顔面もちょっと、右のストレート、左のフック、左が当たった、顔面が腫れてきました輪島光一。そして口の中もちょっと切ったようです、血を吐き出しました。しかし大したことはないようです。左のこれは強烈なパンチです。しかしうまく外した、ヘッドスリップでかわしました。
12ラウンド残り時間は20秒です。左の左から右のボディーブロー、小島光一。時間がなくなりました。12ラウンド終了、5対4。このラウンド和島が取りました。和島の世界タイトルマッチは何度も韓国にも放映されておりまして、韓国の子供にも大変な人気があるこの和島光一。もちろんこの試合も今衛星中継を通じて韓国にも送られております。さあ13ラウンドのゴングが鳴りました。矢部さん、はい、まあ、理由としてはですね、劣勢を挽回するにはやはり一発でしょうけれども ね、はい、ラウンドの全般だけ注意しなくちゃいけないですね。そうですね、あとは右から左です。前半ラウンドの前半をうまく乗り切れば疲れが極端に出ます。チャンピオンのリュウサイト、左、あの左が今日はよく当たりますね。よく当たりますね、それとね、いいことはね、打たれてもすぐに打ち返すということですよね、和島君は。はい、左のフックです。右です。右の相打ち、左のフックは空振り。チャンピオン、左のフック。このチャンピオンのリュウサイトは輪島に通じるところがありまして、逆境に非常に強いという定評もあります。これまで劣勢の試合を一発で逆転したケースもしばしばあります。挑戦者の輪島としてはまだまだ油断がなりません。ワンツー、これは力がありません。チャンピオン、フレンドフック、輪島、フレンドフック、ダブル、フレンドフック、フレンドフック、リュウフック、左のフック、左、効いている、効いている、右のフックは、あと右が返ってきました。右が返ってきました。右のフックは、輪島チャンス、挑戦者チャンス、効いてますね。足がもつれている、チャンピオンリュウサイト、輪島チャンス。さあどうするの、左のフック、右のボディブロー、輪島チャンスです。チャンピオン疲れました。輪島チャンス、鼻血が出てきました。チャンピオンが鼻血が出てきました。左のフック、これは空振り、狙いすぎ、左のフック、もう一発、お客さんの中に立つ人が多い、非常に和島の、和島の後輩とであります。細かいパンチを送ります。和島チャンピオンの顔面、そしてボディに細かいパンチを送ります。左のフック、和島の粘りが、右のフック、左、左、左当たった、和島チャンス、和島チャンス、チャンピオンのリュウサイト危ない、和島チャンス、和島フック、二の服、抜かれます、抜かれます、ほとんど時間がない、ゴングがありました。13ラウンド5対4、和島が取りました。13ラウンド、右のアッパー、左のストレート、青コーナーでの輪島の構成でやります。13ラウンドのポイントを取った輪島の構成が今ビデオテープで再生されました。放送席、放送席、はい、どうぞ。チャンピオンコーナーですがね、まあ、セコンド陣ちょっと首をかしげるケースが多くなりましたね、はい、帰ってきますとね、水をバーンとぶちかけましてね、はい、劉選手水浸しなんですけどね、チャンピオンの動きにちょっと納得いかないというような感じで、ちょっと夕食が濃いですね。そうですね、はい、ファンマネージャーもかなり動きを荒くして指示を与えておりました。今のインターバル、今の左、右、非常に苦しそうなチャンピオンの表情です。チャンピオンのですね、右の側の右顔面ですか、はい、非常にぐーっと腫れたですね。そうですね、
左のフック、左のフック、あっと左のフック、チャンピオンの左のフックも返ってきました。チャンピオンの白いトランクスが自分の鼻血でかなり赤く染まりました。左のストレート、和島下がります、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 チャンピオン下がる、チャンス、チャンス、チャンスですね、左和島狙ってきました、チャンピオン狙ってきた、さあ左、左のフック、チャンピオンも切り返しますが力がありません。クリンチのシーンが多くなりました。それもチャンピオンリューサイトの方から抱きついているシーンが多くなっています。ボディーブローです、輪島必要なボディーブロー、両者を分けました。動きが非常に鈍いチャンピオン、和島はほとんど変わりませんね、顔が変わらないですね、はい、さあ左右のフック、画面を捉えている、左のアッパー、左のアッパー、和島の攻勢が続きます。場内からは和島頑張れ、和島頑張れ、右の相打ちです、左のフック、右のストレート、14ラウンド残り時間15秒を切りました。余裕が見られます、今余裕が出てきました。動きます、動きます、動きます、左、龍も左を返しました。ラウンド終了、八尾さんの採点は5対4、このラウンドも和島が取りました。八尾さん、はい、カシアスクレイがですね、ええ、フォアマンを下してカムバックしたのが1974年の10月30日32歳の時なんですね、はいはい、まあ、もちろん相手も違うし、相手も違いますから、一概に言えませんけれども、和島の奇跡も近くなりましたね、そうですね、はい、まあ、ほとんどカムバックでしょうね、はい、あとあの不用意に飛び込んでいかないということですよね、はい、無防衛で持っていきますとあのパンチがありますからね。最終ラウンドです、和島しかし逃げません、果敢に打ち合いを挑みます。このね1分ぐらい気をつけなきゃいけないですよね、はい、左当たります、和島の構成、和島の構成、足がもつれているチャンピオン、和島の構成です、この日大講堂1万2000人のお客さんは和島の勝利を信じて疑いません。最終ラウンドに入っています、疲労度は全く違います、チャンピオン困憊しました、疲労困憊しています、和島のパンチ力で困憊しています、左が当たった、あった球団して和島の左が当たった、ロープに体を預けます、チャンピオン、さあ和島チャンスです、最終ラウンドも和島のチャンス、ノックアウトができますか、ノックアウトできますか、フライング足がもつれています、引いてます、引いてます、1分20秒を切りました、1分20秒経ちました、最終ラウンド、あと半分、最終ラウンドあと半分、ここに至ってですね、あとミートレートダウン、ダウン、チャンピオンダウン、リードストレートでダウン、カウントが続けられます、さあ試合ができるかどうか、カウントアウト、輪島のロックアウト勝ち、やりました、輪島競り取りました、タイトル奪還、チャンピオンリュウサイト潰れました、おめでとう、和島光一おめでとう、
長いタイトル奪還になりました。リング上はもうファンでいっぱいでやります。八幡さん、本当によくやった。よくやったな。ありませんね。よくやったな。それでは最終ラウンドの1分47秒、これが正式のノックアウトタイムであります。リング上はかなり混乱しておりますけれども、準備ができ次第インタビューをお願いしたいと思います。準備ができ次第呼びかけてください。今日の勝者輪島選手へ認定賞の授与でございます。今リング上では勝ちました輪島浩一に認定賞の授与が行われるところです。今映っているのは横綱の輪島です。第13代の世界ジュニアミドル級のチャンピオンに返り咲きました輪島浩一。輪島選手の長女でございますひろこちゃんがリングに見えます。これが長女の会長。会長なんか一言言ってください。頭下がったですよ。頭下がった。チャンピオンたることを認定いたします。1976年2月17日丹羽コミッショナーから輪島選手へ認定賞が贈られております。見事ジュニアミドル級奪回でございます。やはり輪島選手の手中に収めました。両手を挙げまして観衆の歓呼に応えます。チャンピオンになりました輪島浩一。 Thank you very much. Good for you. はい。Thank you. Good. Good. 輪島選手へ番組提供のスポンサーを代表いたしまして、勝ちました輪島選手に番組提供スポンサーを代表して日華ウイスキー竹鶴武史専務取締役から勝利者賞としてトロフィーが贈られるところであります。そしてまた健闘した龍サイト選手には盾が贈られます。担当いたしました龍サイト選手へ盾が贈られます。八幡さんね、はい、とにもかくにも、まあ、勝ったこと自体もちろん驚きなんですけれども、はい、ワンポイントもですね、チャンピオンに取らせていないというところですよね。はい、フルマークですね。はい、勝因はやはり動きでしょうか。動きとね、はい、愛情のひろこちゃんを抱くチャンピオンです。わけのわからないひろこちゃんとしてはただ泣くばかりですけれども、まあ、しかしパパのこの輪島選手は嬉しいでしょうね。嬉しいでしょうね。はい、今日は輪島の家族は兄弟の長男を除いて全部この会場に応援に駆けつけました。その甲斐ありまして見事王座に返り咲いております。動きでしょうか。やはり勝因は動きとですね、はい、先制攻撃ですね。はい、はい、全般、まあ1回からその攻撃ですね、はい、非常に良かった。それと一発を打たれてもすぐ反撃するということですよね。はい、これが非常に良かったんじゃないかと。はい、それと輪島さん、まあ、リュウサイトって輪島さん一言なんか言ってください。全国の皆さん頑張りました。もう最後のど根性、これが本当の日本魂じゃないかと思い頑張りました。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとう輪島浩一。おめでとう。今熱闘15回を戦いました輪島浩一、そのグローブを会場に放り投げました。一方のそのチャンピオンの龍サイトの動きですけれどもね、非常にね輪島君がうまかったことは接近戦、相手が接近戦は苦手ということを考えて非常にしつこく接近戦で攻めたと、で急所急所をうまくその思い切りパンチを入れてたということに将棋じゃないかなと、はい、それと相手に打たせる隙を与えなかったということですね。はい、リュウサリマシと握手を交わします輪島浩一。まあ、それにしてもですね、はい、今 VTR が出ましたですね、最終ラウンドの右のストレートで
団子、そうですね、これですね、まっすぐ入ってきたですもんね。まあ、フックパンチャーのですね、はい、和島光一としては最後フィニッシュが右のストレートだったですね。はい、はい、そうですね、それにしてもですね、はい、まあ、1回負けた選手には二度と負けないというこの、まあ、輪島の中のことわざですけれどもね、はいはい、生きてましたですね。これが3回目ですからね。そうですね、はい、しかしそれだけではもちろん勝てない、まあ、この人は非常に頭のいい人って言いますとちょっと失礼ですけれどもね、はい、よく本当に考えて、ボクシングはい、ボクシングに関しては非常に、ね、臨機応変に戦っていける選手ですね、はいはい、相手をうまくごまかしごまかし、はい、その自分のペースに持っていくというような、いい持ち味を持ってますよね、はい、それをうまく生かしてきたと言えるんじゃないですかね、はい、まあ、もう1回出ました。母子からタイトルを奪った最初の世界タイトルを彷彿させるような非常にトリッキーな動きも出ましたですね、そうですね、はい、相手を見ないような顔をしてて、はい、いきなり右を打ってみたり左を打ってみたり、いろんな格好をしてやりましたけど、しかしよくよく勉強して試合に臨んだですね、はい、和島光一が15ラウンド1分47秒竜斎藤を下しましてチャンピオン王座に返り咲いたことをお伝えいたしました。それではこの辺で日大講堂からお別れいたします。さようなら。和島の肩勝ち、やりました。